田辺社長の不動産大学ということでですね、ちょっと緊急で撮影させていただいております。今年のですね、合格点、ついに発表になりまして36点ということでですね、皆さん合格された方、本当におめでとうございます。ただですね、私としてはですね、もうちょっとできればですね、35点だった方も合格していただけたかったなというふうな個人的な感想としてはですね、思ってます。もう私もですね、とにかく一点足りずに落ちた経験がある人間なので、もう本当、受かった方、本当おめでとうございますなんですけど、もう本当ですね、ちょっと残念だった方に関してですね、もう本当に、なんていうんですかね、もう気持ち本当わかりますよ。もう私も合格した時の気持ちと、落ちた時の気持ち、両方覚えてるんですけど、もうやっぱり落ちた時の気持ちの方が、もう鮮明に覚えてますよね。本当に悔しいと思います。特に頑張ってですね、勉強を本当真面目に毎日コツコツやっていた方、であればあるほどですね、やっぱりそう思うと思います。ぜひですね、本当私言いたいのは、勉強してきたこと自体はですね、もう必ず身になってますので、で、これから先ですね、また宅建を受けるかどうかわからないという方もいらっしゃると思うんですけど、やったこと自体は絶対にその方に対してですね、その方にとってプラスになってます。それはもう本当に間違いないので、なんかやってきたことは無駄だったんじゃないかとかですね、そんなふうに考える必要は全然ありませんので、もう本当に胸を張っていただければと思います。今日の動画の方でですね、私の方でも言いたいことをですね、ちょっと動画で今日の18時の配信はいつも通りさせていただくんで、ぜひそちらを見ていただければというふうに思うんですけど、とりあえずはですね、合格点発表になったので、まずは私の方からもですね、ちょっと今日その合格点を聞いた生のですね、私の気持ちとしてですね、まずは先にちょっと先行配信させていただきたいと思ってですね、撮影させていただきました。本当に合格された皆さんですね、おめでとうございます。で、もう35点とか34点とかですね、もう本当に惜しかった方、もう本当に悔しい気持ち、私もすごくわかります。わかりますんで、もうなんて言うんですかね、無駄じゃないと思いますよ。本当に、これからですね、絶対その勉強した知識が役に立ちますので、で、また来年試験もあるんでですね、もし、またやってみたいなっていうふうに思っていただけるんであればですね、ぜひまた動画を見ていただければなというふうに思っております。で、よくですね、コメント欄の方に、本当にありがとうございましたってコメントをたくさんいただいて、本当にありがたいんですけど、で、不動産大学のために何かできることないかと思って、で、コメントしましたっていうコメントをたくさんいただくんですけど、ちょっとこの場を借りてですね、もし可能であれば、ちょっとお願いしたいのがですね、特に合格された方ですね、ぜひ、来年また頑張ろうと思っていらっしゃる方に対してですね、コメントをぜひいただければと思います。もう今日じゃなくても構いません。いつの動画でも構わないので、もう来年の宅建試験までの間にですね、ご自身がやっぱり受験生だった方ってすごく気持ちわかると思うので、ぜひですね、来年の受験生の皆さんに、応援のですね、メッセージ、励ましのメッセージをですね、ぜひ今後もいただければというふうに思います。もう不動産大学はですね、本当ボランティアで成り立ってるチャンネルなので、合格された方はですね、何かしてくださるとすればですね、これから合格しようと思ってらっしゃる方のですね、サポートをですね、ぜひお手伝いいただきたいと、どうやってやるかというと、もうコメント欄ですね、もう不動産で、YouTube はもうコメント欄というですね、もう素晴らしいツールがあるので、そこにですね、書いていただいた応援メッセージとかですね、アドバイスのメッセージに関しては、本当受験生の皆さんのですね、力になるので、そこをですね、もし時間があるときにですね、たまに動画見ていただいてコメント残していただけると、それはですね、誰かの勇気になって、その方は合格できるかもしれませんので、ぜひそういったところですね、ご協力いただけると嬉しいです。それからですね、賃貸不動産景観試験も終わりまして、問題用紙ですね、提供してくださった方、ありがとうございます。不動産大学はですね、1人で運営しているので、問題文とかですね、問題用紙ですね、入手する手段がないので、そういったところですね、ご協力いただいて、本当にありがとうございました。この場を借りてですね、そこに関してもお礼をさせていただければと思います。ということで、あとは今日のですね、18時の配信でお話しさせていただきたいと思います。ということで、合格された方、おめでとうございます。ということで、18時に。